現在実況のオラさんが、今ね、試合中なので、ちょっと実況お休みです。すいません。では実況を再開していきましょう。このまま引き出番終わりだ。さあ、じゃあレリアさんと、アーミーさんですね。はい、アーミーでキャッキャしたところで着地、2位で連打して確認して3周でステメッケ。ここはレリアさんが攻め返して暴れて取ってジャンビで詐欺してしまう。ここは下段の選択肢だがマイビーが出てしまっていた。レベルを上げて攻撃攻めレリアタイムが終わってしまう。ちゃんとジョーガードして下が下段の変化食らってしまう。ここから拾われてこれ安かったね。中段通してレベル上げてドーンということでレリアさんが2位で勝って準決進出進出。はい、神々ですね。これが噂に聞く6人の迫力。この迫力、さすがだな。一番最初にベースボールに名乗りを上げたのがレリアさんなんですけれども、次の試合が決まるまでどこかが大体ボールに来たので、まさに繋がない、繋がない、ありがとうございます。なトークで繋がない。いや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 、もうこの辺はもう出るやつは決まってきちゃってますね。レリアさんとか、まあ、馬の骨さんとかね、リョウさんとか、その辺が最近は上位に食い込んできてるので、まあ、元から上位だったんですけど、まあ、さすがやってるだけあるなということですね。やりたい？やりたくない？まあまだないし、Please select your character. 王様。本当だ。Valkenheim Baralsing。The Wheel of Fate is turning. Rebel One. 量産勝ちで。はい。あ、じゃあもう始まってるレリアさんと、馬の骨さんの試合を見ていきましょう。狼はジャンシーから拾って、じゃあ、ジャンシーじゃねえよ、シャッシーか。狼シーね。締めて、岩佐警戒のバックから差し込んで、
相手で狼 C はやったけれども、次の攻撃に勝利を切り返す。エリアさんが出してから D 決めて B 攻め、 AB すかしで、ガーキャン漏れ前 B、 すいませんと謝っていたが、これは許せるものではない。おっと、ここで何かがヒットして、ここまだ、オオカミジャンエを食らってしまって C から一人前 C 男子で締めてオオカミ C、 これは見えないですね。さあこのままおっ前受け身して走者が、これはまだ残るですね。さあここから逆転の状況はありえるか。男子を振るがさすがに狼ジャンエには勝てなかった。さあ1位でもつれ込んだ、はい、あすいませんC も男子も避けて僧侶はガードされてしまう。レベル貯めてサルケンがゲージを回収していくが、ジャンエからタイク取ってジャンジャン当ててマシンからペダッとしていく。勝利割り込んでスライドに身が届かない。前尾置いたが勝てなかった。差し込んでファルケンが奥攻め、ネッパーにオオカミ C がヒットしてしまい、ここは50分あるのでフルークで締めで終わりです。できません。残念。お茶の準備がありますので私はこれ、はい、では次の試合は源太郎ニュースと武藤ラグナですね。あなた様の探し、Please select your character。Ragna the Blood Edge New 13 The Wheel of Fate is turning Rebel 1 Action投げ通してジャンシー、ジャンシー、ベリアル、アクシディ、D ディバイダーで締めて、オッケー攻めは逃げ重ね、投げを抜けて走り抜けていくニュー、ニューガが投げを通して解除して締めて重力置き攻め、ロンビーを通して CT にバースト、あとゲージを剥がしていく。さあここでニューのターンが始まっているが、少し厳しいぞ、ラグナ側も体力が厳しい状況になっている。スライドスターできる、体力をほぼ互角に持ち込む。だが遠距離はニューのターンがさらに終わらず CT 食らってしまい、これでラグナ側にバーダイしていた。ファースト読んで
武藤ラグナが一本選手。じゃあ 2DD 刺してメガ重力巻いてスパイクあってヒビーが当たって 4B からマジ拾ってプレゼント。マディは立ちで潰していくが、こっちのコンボができず、お互いに、出っ張りのマダオから、ヘルプの画面端で、引っ掛けて、コンボして、置き攻めは、シティ、バリアちゃんとしている。ここはガーキャンで切り返して、を解除して、なんとか、ゆっくりモードに戻っていきたいが、ここは、ガンボールで、重力巻いて、スターは、ちょっと遅かったかな。でも、あれ、早すぎると、タマ無敵切れて食らうんですよね、多分。さあ、走り込みの 2B が強い。ここは保証が高い。カラミティ締めていきますね。重力巻いて、とりあえずここでジャンエイで触って DD バイダー落として投げは隠して避ける。一飛ばしはこれ 2B 刺して D4D からプレゼントを置き攻め、プレゼントはね、シックルだ、シックルを置き攻めして 4B で、この 4B が1段目なくなったらしいんで結構見えにくいですね。さあでニューモードで遠距離で主体で戦っていく。これはちょっとこなかったですね、残念だったのはケンタロウニューですね。おめでとうございます。さあここもよく知った身内同士ですかね。ヨーレリウス対ケンタロウニューですね。さあ開幕、レリウス側を突っ込んでいく。ジャンプで刺して搭載したところにタスピーが置いてあって、触られたらまずいのでニュー側もバーストを使って切り返していく。ここでニュー側が打ち飛ばしたので遠距離でニューのターンですね。レーダー立ちでちゃんと止めて、レリウス側のレーダージャンエもうまく 2D で合わせていく。召喚に立ちで合わせたが、ゾンビ見えずにコマをミスってしまう。ここでレリウス側が反撃に出て、しっかりダウンまで行って CT はジャンプで避けて嫁回収してフワキャン切り返す。4D は頼りになる技、しかしここでこうミスってしまったのか。 DD でフィニッシュ。さあ2ラウンド目ですね。パイマクタッチピークカウンターして、アメハシに一気に追い込まれるが、前見て中段見て投げもよかった、投げもよけてうまく
攻撃に転じているレンタロニュー。さあここで遠距離戦始まるが、近づいていく。当て投げからコンボを見せてしまう。ちょっとコンボ成功率が悪いか。そしてエドリー読み読み、パーツ切り返して、ここで 4D 使って使いどころを間違えたか、バーストだったか、いかないですね。はい、Please select your character. はい、では三決です、レリア・バレットと、リョーレリウスですね。さあ見ていきましょう。開幕をお互い様子にして、母ちゃん召喚して後ろから攻め立てていくレリウスだが、レリアさんが触って投げ抜けて、ジャンピーで触って立ち召喚はジャンプで避けていく。ここで切り返しにレリアさん触って、マジからジャンシー手段見えて、しげな刺さったところにバースト、後ろから母ちゃん攻め立てていくが、うまいアドリブでちゃんとコンボしていく。ダウンマス取って B から止め収納、ナイシーちゃんとダウン取って、ここは触られたのでバースト切り返す。キュースが黒く長いのでやってしまい、下段で崩れてしまう。ここは回収コンボで母ちゃん回復から T ボタンで切り返していく。エリアバレットレベル1貯めてチャンスを受け止めからタックル、中段見ているが下段食らってしまう。まだ終わってないぞ。マイリーが出ていたのをジャンプ B が裏当たってしまって、リョーレリウスが1本選手データ投げ通してダウンまで取って、前はキック受け身で回避ガードして、下段ガードして昇竜で割り込む。裏に回ってパレットのターン、西フェイタル読み読みでござった。マビがヒットしないで、ロンディがヒットしまうが、ここでバースト。バレットが少しきつい、いやかなりきつい。手枝ダメからしっかり決めて勝利したのはリョーレリウスですね。おめでとうございます。貴様なる、ここまでか。そうするとあの赤鬼面白い。レイヤーさん了解。連続。はい。分かれた。はい。なんかちょうどね。何もないんじゃない。なんかやばい。多分。4回連続4位。4回連続4位勝でも多分なんもないかな。Valkenhayn are healthy. New 13. シリーズが続かねえよ。The wheel of fate is turning. Rebel 1.ダッシュ倒して
張り張って離すが、チャンディディから、でクレキャンから、こぼして、重力を置いて、クルニックがガードジーバーストした。オオカミチャンス触って、チャンス落とす。オオカミチャンス当たらずに、投げで決めるが、ここは、変わられたらまずいので、バーストで切り返す。ドリーガードして、さあ、お互いにお見合い状態だ。ここで、ファルケンがジャンエ触って、アンチシが見えない。ゆっくり出し、タックルにフカキャして、次のターン、読みはジャンプで受けて、チャンディがタッチになった、読み負けて、バックして、解除投げが早い、青いけど、受け身は取れるはず、ここは失敗受け身があるので、失敗していれば。受け身は取れるはず。2ラウンド目はピッチャーフェイス触って、あの状態からタッチ B で拾える。おここはマージーがヒットしてしまう。ダンシングのヒットでちょっと気が緩みましたね。緑投げを抜けて前に前に、なんとか近寄らさせないが、狼が速い、下段から、バースト開かないと死んでしまうので、バート入って、ED でダメージを取っていくが、さすがに厳しいか、バイクマークも、バルケンのガードが高い。指差し込んで前から前し、キャバリア届かずに、さあ元気化して前受け身を前で勝っていくが、判断できずにクレセスから前し、ここはまあ死んでしまうのでバーストハック、右刺さってジャニーズに刺さって前で刺さった。お互い1-1、バルケンが動いて、ミュウの的を絞らせない、スパイク巻いて、注力出して、前で当てる、クレキャンはさすが遠かったか、届かなくなったときに、もうカチョシが使われてしまって、前に通す、フォローからの。まあガードしたくないからバックしてもいくね、結構優秀なブリなんでね、バックしても。そしてここで 4BCT 低いから打ちして弾取って重力発動、代わりに行ってガーキャンされるがジャニー DD 落として、おおバック投げ、マイディディディ、チャンディディ、あっと、ここはまだあるぞ。おー、最後はタックル変身読みの捨て出し、捨て A ですね。それでは今日の優勝者は源太郎ニューとなります。おめでとうございます。パチ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 。現在は変異なし、観察を続行する。はい、ああ、はい、ちょっと待ってくださいね。音量、音量。はい、ありがとうございました。で、まあ、明日ね、エントリー締め切り15時で決勝大会を行います。で、当日予選もね、あるので、まだ、皆さんに1ヶ月無料券、RM バーガー1ヶ月無料券のチャンスがあります。はい、お待ちした。はい、ありがとうございます。じゃあ、イオンさんから説明を。はい、明日はですね、6名、今日の決定したポイントの6名、上位6名と、当日決勝に2位抜け2人、です。で、今日の夜にですね、ちょっと確認で出席できるかどうか確認されると思うので、ツイッターか、何かで連絡すると思います。よろしくお願いします。
なんで渡す、もういいんだけど。はい、麺カレーもよろしいです。バーガー&ブレイク。はい、で、今見せました、あの配信のね、のカメラにも載せたんですけれども、決勝大会に参加してくれた方には全員に RM バーガーのドリンクセット無料券を差し上げます。全員に。はい、なのでぜひ、はい、遊びに来てください。参加費の300円分は元が取れてしまいます。ドリンクセットがまあ300円なので、はい、なのでぜひ遊びに来てくださいね。でエントリー締め切りは15時です。昼間の3時です。はい、よろしくお願いします。でもちろん決勝大会に進出された方には、ハンバーガー1食無料券と、優勝者には1ヶ月無料券が提供されるので、ぜひ遊びに来てくださいね。じゃあ、大会はこの枠で終わりですけれども、まあ次枠からまたの試合配信とかすると思うので、引き続き、ご覧いただける方は、ご覧ください。で会場にいる方もぜひ遊んでってくださいね。じゃあまあランバートはこれで終わりましたので、あ、どうもありがとうございました。多くの参加、はい、ありがとうございました。ではまあ30分まで放送したらやってき、あの次枠取ってきますね。じゃあリスナーさんも長らくのご視聴ありがとうございました。まあ後は配信も楽しんでってください。はい、どうも。いやー、お疲れ様です。なんとかね、無事に終わりましたね、ランマット自体も。結構毎回人来てくれて、ブレイブルーのコンテンツの強さを思い知りましたよ。シングルでね、こんだけ定期的にね、人が来てくれると嬉しいですよね。
ちょうど来たタイミングで大会終わった。そうか。